東大寺にアイルランドから海を渡り日本へやってきた一頭のかよわきひん馬は日ごとにスタッフを驚かせるほどの成長力を見せ、欧州血脈らしい骨太で重厚な馬体の持ち主へと変貌しています。父アルマンゾールはフランスダービーを制覇し、その年の最優秀3歳牡馬に輝いた名馬であることは周知の事実ですが、その産駒が日本へやってきたのは本馬が2頭目であり、今回の募集馬ラインナップの中でも最も我々が予想できない無限の可能性を秘めた存在です。母系を遡ればフランス競馬で2勝を挙げている母の近親には国内外で G1 3勝を勝ち、今年から守護馬入りしたアドマイア・マーズなどの活躍馬がおり、本馬も華麗なる一族の霊場として日本国内のみならず世界の舞台へと羽ばたいていってもらいましょう。